この要塞を腕っぷしだけで牛耳ってきたあの将軍も終わりか。おい、声が大きいぞ。みんな噂してるぜ。ゼノイラ本国から出頭命令が来てるんだろう。急な話だよな。衛兵の俺まで準備に駆り出されてさ。謀反の疑いが持たれるだったか。あの戸坂の大将、敵が多すぎるからな。大方恨まれてる身内に告発されたんだろう。貴様ら警備はどうした。はい、申し訳ありません。副官から将軍の荷物を整理せよと命じられまして。俺はまだ出頭するつもりはないぞ。失礼しました。この俺様が謀反だと、腹立たしいにも程がある。しかし命令を無視し続けるわけにはいかん。ガレリウス陛下に申し開きをするにせよ、何か手土産がいるな。複数の敵拠点と多数の兵器、さすがは国境を守る要塞です。それとバージニア姫。どうした。要塞の将はあの戸坂のギースです。ギースか。殿下、ギースは10年前に離反した元コルニア領主の一人です。野心家で目的のために手段を選ばぬ厄介な相手と言えるでしょう。また要塞内からはギースが近々ゼノイラに帰国するという噂も。ほう、これは好機と言えるか。戸坂のって、姫、まさかバラ騎士団の。姫、お逃げください。いけガキ一人逃がすために次から次へと湧いてくるわ。女どもが束になってかかろうと俺様は止められんぞ。あの首はガレリウス陛下への献上品だ。行くぞ。